はい、皆さん、翔太です。本日も一般的な社内に体の秘密や可能性を楽しく紹介させていこうと思っております。はい、ここでなんですけども、プラスの動き、マイナスの動きを見極めようということについて、ね、紹介させていこうと思っております。練習っていうとですね、まあ何でもやればどん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 良くなるんじゃないかな、みたいな感じでいろんな練習をね、まあやったりとかする方多いと思うんですけども、実はですね、人によってプラスになる動きとマイナスになる動きがあります。これね、実は見落としてるんですけども、実はめちゃくちゃ混ざって皆さんやってるんですよね。ここをですね、今回はぜひとも理解していただければと思っております。前半ですね、こちらのボードでなんでプラスなのかマイナスなのかってことを紹介させていただいて、後半実際にじゃあプラスの動きの探し方ですね、具体的にやっていこうと思いますので、最後まで見ていただければと思っております。では、進んでいきます。はい、プラスの動きとマイナスの動きを見極めようという話をね、していきたいと思います。じゃあちょっと具体的にじゃあプラスの動き、パフォーマンスを上げてくれるプラスの動きっていうのはどのようになっているのかというと、もういわゆるインナーが効く動きですよって話になります。まあ、体感で言うと体が軽くなる、動きが柔らかくなる、体にバネが出るような動きが、まあ、いわゆるプラスの動き、まあ、インナー効いてる時のサインですね。もうちょっと具体的に言うとどんな感じかというと、骨盤底筋を中心とした腹圧ですね。横隔膜下げたりとかお腹膨らませるような腹圧ではなくて、骨盤底筋から体の中にバネを作るような腹圧ができたりとか、お腹の奥にある立ちの筋肉とか言われたりする大腰筋が効いたりとか、もも前じゃなくてもも裏でねバネが作ったりとか、内もも側がしっかりバネが効いたりとかですね、肩割りだと前鋸筋が効いたりとか、こういった筋肉が連動して働くような状態、いわゆる体が柔らかく、軽く、バネが強な動きになるのがプラスの動きになります。一方で、マイナスの動きってどうなってるかというと、まあ、いわゆるアウターに崩れるような動きになってまして、腹圧、さっき言った腹圧が消えてしまう。もしくは、ね、さっきみたいにこうお腹を膨らませる腹圧でしか使えなくなってしまう。で、肩が上がって僧帽筋に入ってしまう。腰が力んで腰が固まってしまう。前ももが力んでブレーキがかかってしまう。で、バネがなくなって体が重たくなって動きが硬くなるみたいな動きが出てくるのがマイナスな動きになってます。で、これ、そもそもね、こっち寄りの人、こっち寄りの人みたいな、あるんですけども、その、あなた自身の中でも、動きによって、こっちに傾く動きと、こっちに傾く動きがあるんですよ。まあ、簡単に言うと、練習メニューですね。今やっていただいている練習メニューの中で、まあ、これなんかやってると得意だな、みたいな。これなんかあんまり苦なくできるな、っていう練習と、これすぐ苦手だな、みたいな。もうちょっと全然人と比べるとうまくできないな、みたいな。違和感すごく出るな、みたいな動きがあると思うんですけども、この楽にできる動きは、基本、プラスの動きになってる可能性が高いです。逆に、うまくいかない動きは、マイナスの動きになってる可能性が非常に高いです。っていうのも、うまく動けるから簡単にできてるんですよ。で、うまく動けない動きは、ただね、やってないとか、なんか慣れてないとかいうだけじゃなくて、そもそも体に合ってない。体がマイナスの方向に傾いてしまう動きの練習っていうのは結構ね、うまくいかないんですよ。めちゃめちゃ難易度が高かったら別なんですけども、他の人はまあまあできてるのに自分はなんかできないなみたいな動きって体に合ってないし、あなたにとってマイナスの動きになってる可能性が非常に高いんですね。なので、パフォーマンスを上げたい、インナーで効くような体にしたいと思ったらですね、この苦手なマイナスの動きばっかり練習するんじゃなくて、こっちの、まあなんか、まあ、そんなに気にしなくてもできるな、みたいな。楽にできるなっていう、このプラスの動き、こっちをしっかりと練習していただくのが、実はですね、インナーが効く体を作るにはめちゃくちゃ大事なんですよ。ただ、一般的にはですね、練習っていうと、基本的にはできないことばっかりやるわけですよ。まあ、大体できてることってね、結構ないがしろにできされすぎて、まあ、できてるんで、まあまあこれぐらいでいいかな、みたいになるんですよね。逆にできない練習って、これができたら自分の伸びしろじゃないか、みたいな感じで、頑張って練習するんですよ。ただですね、もちろんそこはね、できるようになれば伸びしろなんですけども、この体だけで見てみると、こっちの練習ばっかりやって、こっちの練習が少ないと、どん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 アウターに崩れていってしまいます。で、これが、まあ、どんな感じでね、こう見るかというと、これですね、この図で見てもらったらわかるんですけども、苦手な練習してる時ってどんな感じになってるかというと、まあ、こっちがまあ、苦手な練習の項目で、こっちが得意な項目だとします。そうすると、苦手な練習をガンガンやると、まあ、ここは、運動学習ですね。まあ、練習しているので、まあ、慣れてくるわけですよ。そうすると、ちょっと上手くなるんですよ。ちょっと上手くなります。ただ、こっち側ですよね。この得意な動きは、実はもう体はこっちへこっちへどん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 傾いてくるので、バネがなくなって、体が重たくなって、硬くなってくるので、得意だったはずの動きができなくなってくるんですよ。そうすると、あなたのパフォーマンスは、トータルで言うと、まあ、
横一線とか、なんか伸びてるように見えても、実はこう、肉体、こう、スキルは上がってるように見えて、肉体のレベルは下がってるみたいな感じになってしまうので、パフォーマンス横一線とか、上がり幅がちょっとになったりとか、下手すると、落ちてしまうってことも、もう、たた出てしまうっていうのが、この苦手な練習、マイナスの練習ばっかりをやってしまう弊害なんですね。じゃあ、得意な方ですね。こっちのプラスの練習をメインにしていく。まあ、こっちやらないってわけじゃないですけども、メインにしていくと、どうなったことが起こるかっていうと、体がよりインナーに傾きます。まあ、最初からここに完璧にいればいいですけども、そんなことでまあまあないわけで、まあ、ここの間のどこかの位置にいるんですけども、これがこっちへどんどん傾く練習をどんどん行けばですね、体は軽くなって柔らかくなってバネが出てくるので、もちろんですが、やってる得意な練習はぐんと伸びます。当たり前ですね。やってるんでね。で、ここがポイントなんですけども、これ苦手側の練習ですね。こっちも伸びるんですよ。これが非常にポイントです。なんか苦手な練習掘って得意な練習ばっかりやってると、こいつ抜け落ちてるんで全然伸びないんじゃないかって思いがちなんですけど、逆なんですよね。肉体のレベルが上がるんです。こっちがインナーがガンガン効くので、アウターに崩れる練習やっても完全に崩れ切らなくなるんですよね。そうすると、こうぐちゃぐちゃに崩れた体でやってる練習じゃなくて、ちょっと崩れるけどここまで崩れないみたいなレベルで練習できるので、ここも伸びるんですよ。で、結果ですよ。この、マイナスの苦手なことばっかりやってる練習よりも、実は伸びたりします。これ結構起こります。なので、こっちなんですよね。このプラスの動き。こいつをですね、とにかくですね、しっかり練習してやる必要があるということなんですよね。いや、練習しないと上手くなんないでしょ、みたいな。それ、練習ってできないことやるもんじゃないのみたいな風になると思うんですけども、これちょっとね、ここで整理していただきたいのは、ここなんですよ。上手くなるっていうことについてはですね、ざっくり分けると、運動学習。まあ、いわゆる練習することによる慣れですよね。脳です。脳の記憶ですね。どんどんそういうプログラム組んで、真剣シャンプー作って、自動化できるようにしていきましょう。最初は意識しないとできないけど、やってるうちに自動的にできるようになりますよ。みたいなのは、運動学習。まあ、脳のプログラムですね。こっちの練習っていうのは、いります。この方向で練習をしていくっていうのも、もちろんいるんですよ。ただですね、この練習で、やるためには土台として、これがいるんですよ。インナーの体作り。いわゆる、インナーが効く体がないと、一定のレベル以上の技術って身につかないんですよね。で結構ね、ずーっと同じ競技やってる人だと分かると思うんですけども、一定以上、最初小学生とかね、まあもちろん伸びるんですけど、ある程度大人になって近づいてくると、技術レベル伸び悩むんですよね。みんな伸び悩みます。なんだったら小学校の時の方が上手かったんじゃないかぐらいな。肉体的には強くなってるけど、テクニカル、柔らかく動く動きとかは、ちょっと落ちてきたんじゃないかみたいな形にね、皆さんなるんですけども、それって、こっち側が落ちてるんですよ。肉体側は子供の頃って体柔らかくて、バネが出て、軽くて動けて、まあ、いわゆるインナーに近いような動きでできてるんですけども、どんどんこっちに傾いてきて、肉体側はどんどん劣化していっちゃうんですよね。アウター側にパワーは出るけど、固まった、硬い、バネのない体になっていっちゃうんですね。そうすると、まあ、練習して頑張っても、できない課題ってのが出てきて、それ以上に技術がうまくいかなくなるんですよ。もうザラなんですね。こうやってザラなんですよ。なので、同じ練習を繰り返して自動化させていくってことはもちろん大事なんですけども、これをやるために、これがいるんですよ。すっごいいるんですよ。インナーの体作り。で、これをめちゃくちゃ簡単にやろうと思ったら、プラスの動きをたくさんやるっていうのが、もう手っ取り早くてですね、めちゃくちゃ早いんですよね。もうめちゃくちゃ早いので、これをですね、ぜひともね、身につけていただければと思いますので、あなたがですね、パフォーマンスを上げたいと思ったら、今やってる練習の中で、どれがプラスの動きで、どれがマイナスの動きになってるのか、ここをですね、しっかりと見極めて、こっちの練習を少し多めにやっていただくのが大事だというふうに思っております。はい。そしたらね、具体的にじゃあどうやって仕分けしていくのかってことですね、やっていこうと思います。はい、そしたらですね、実際にですね、やっていこうと思うんですけども、プラスの動きとマイナスの動きの見極め方ですね。まあ、細かく言うとね、いろいろね、インナーの筋肉を確認する方法もあるんですけども、今回はできるだけシンプルにお伝えしようと思うので、チェックとしてはですね、もう体の重さ、バネ感、柔らかさですね。これを、あなたが今やってる動きの中でチェックしてください。なんでもいいです。例えば走る人、陸上選手だったら、走ってもらったりとか、その時の体のバネ感とか重さ、あとは柔らかさですね、をチェックしてください。もうサッカーだったら、ボール球とかね、何でもいいです。球とかでもいいです。格闘技だったら、何でもいいです。こう動きの中で、体のバネ感がどれぐらい出てるかとか、動きの硬さ、あと重さですね、をチェックしといてください。でですね、今からやっていただきたいのは、
あなたが今やって練習やってる中で得意な動きですね、これなんかあんま考えなくてもできてんなみたいな動きと、苦手な、これなんかうまくできないんだなっていう動きをですね、二つやった後、二つか、まあ、いくつでもいいです。まあ、いくつかやってみてください。候補をやってみてください。その中で、この練習すると、あ、なんかすごいバネ感じるし、肩が軽くなるな、みたいな動きと、この練習すると、いきなり体が重たくなるし、なんか固まる感覚出てくるなっていう動きが、めちゃくちゃあります。はい。これ気づいてないだけで、実は確認するとめっちゃあるんですよ。本当に、皆さんダーッと練習してるんで気づいてないだけなんで、一個一個仕分けしてみてください。そうすると、あからさまにマイナスになってる動きと、あからさまにプラスになってる動きが、出てきます。いかがですかね。それを見つけたら、プラスの動きばっかり、ブワーってやってみてください。もうガーッとプラスの動きばっかり、プラスの動きだけ繋いでいく。と、その後の動きは、体が軽くなって、バネが出て、動きが軽やかになる、という感じになるんですけども、じゃあ今度、マイナスの練習だけやってみます。そうすると、体が重たくなって、体が固まって、動きにくくなるみたいなことが起こってしまうんですよね。これって、これぐらい体の変化が出てしまうと、いかにね、この苦手な、マイナスの動きばっかりずーっとやっていくことのリスクがあるかっていうのが気づくと思います。そうなると、まあもちろん苦手なことは練習しないといけないです。運動学習的にやらないといけないんですけども、今までないがしろになってたこのプラスの動きですね。得意で、まあまあ別にいいかなみたいな思ったところは、逃せないと。ははね、めちゃくちゃ大事なので、落とさないようにしてください。で、あとね、今こうやって動きと練習だけでやってるんですけども、肉体作り系ですね。もうちょっと考えないといけなくて、まあ、例えば、まあ、パワー系ですね。まあ、ウェイト系だったりとか、あと、ストレッチ系とかですね。ストレッチヨガ系とか、まあ、ストレッチ系とかいろいろあると思うんですけども、それも、ものによってはですね、結構マイナス方向になってるやつもいっぱいあります。で、天秤にかけてほしいんですよ。言いますかね。筋力がつくメリットと、動きが重たくなってしまうデメリットを見て、筋力つくメリットのが結構ある場合はありです。練習するの。で、こっちの得意な練習でプラスの動きもう一回足せば、まあ、こうやって上がれます。ただ、競技によってね、あまりメリットがない動きもあるんですよ、結構。体重別の動きとかで、もうあんまり体重増やせないと。もうそこそこ筋肉ついてて、それ以上増やしてももうちょっときつい場合とかは、やる必要なかったとか、体が軽い方が有利な競技とかの場合はですね、まあ、こっちやるメリットがあんまりなかったりとかするので、やっぱもっとプラスの練習に傾けないといけないなとか。もしくは、まあ、体がね、作らないといけない。まあ、どうしてもラグビーとか、体がでかい方が得だっていう場合は、体も作りながら、でもやっぱりちょっとこれ、マイナスの動きも出てくるなと思ったら、プラスの動きをもっとたくさんやらないといけないな、みたいな把握です。で、可動域系もそうです。可動域が必要な競技、まあ、ある方が有利なことはもちろん間違いないんですけども、すごく絶対的に必要だっていう場合は、もちろんやる必要があります。ただ、可動域増やすことによって、マイナスの方に体が崩れることはもうめちゃくちゃあるので、見極めた段階で、ここぐらいまで必要だな、とか。もう本当に、もうベラボーに可動域がいる競技なのか、バレーとかね、ヨガとかもそうなんですけど、どうしても必要な競技か、いや、陸上短距離とか、そもそもそんないらんぞ、みたいな。とか、全然違うんですよ。求められる可動域の幅が全然違うので、その場合に頑張って、じゃあそのストレッチ系のメニューをめちゃくちゃたくさんやるのか、マイナスの効果が出てるものを、マイナス動きになってるものをたくさんやるのかっていうと、もう検討がいるわけですよ。ここはね、絶対こうした方がいいです、した方がいいですよっていうのは線引きはできないんですけども、競技的にそれ以上マイナスの効果が出、マイナスの動きだけども、やるべきなのか、それとも必要ないんだったらもうバーンって消してプラスの動きにシフトした方がいいですね。まあ練習もそうですね。この技術がマイナスの動きですけど、やらないといけない。絶対的に試合の中で必要になる場合はやる必要があります。まあこの辺って実はちょっとうちの動画でも紹介したんですけども、苦手な動きを練習する方法もロジックも実はプラスからマイナスにこう繋げていく方法とかもあったりするので、まあそれをやっていくってことも一つですけども、そもそもいらんパターンもいっぱいあるんですよ。練習のために練習になってるみたいな。まあ、例えば、まあ、陸上で言うと、まあ、例えば、バウンディング。バウンディングが、めちゃくちゃプラスになる人もいるんですけど、めちゃくちゃマイナスになる人もいるんですよ。そうなってくると、バウンディングがじゃあ陸上の、例えば走る中で、あの動きができないとダメかというと、別に他でバネ作ればいいので、わざわざやる必要はないと。もちろん、プラスになる人は、もっとやった方がいい。みたいな形になります。まあ、そういった感じですね。あなたにとって、本当にその練習をどこまでやる必要があるのかっていうのは、このプラスの動きなのかマイナスの動きかを見極めて、かつ、その競技の中での必要度ですね。そこで、うまく比べていただければなと思っております。いかがでしたかね？かなりややこしい話してますけども、
まあ、もうちょっとね、詳しいやり方で、詳しい内容を知りたい方はですね、ハンドルネームって言ってる人、こっちの、ゆるむ接待員さん、この、プラスの用語、ハンドルネームって呼んでまして、そちらの方の、詳しい内容のことも、ちょっとコメント欄に貼っときますので、もっと詳しいことが知りたい方は、そちらの動画もまた見ていただければと思っておりますので、ぜひ、学んでいただければと思っております。ということでですね、まあ、今回、とにかく伝えたいなって思うのは、とにかく練習っていうと、苦手な動きをやりがちですけども、そっちは意外とインナーマッスルを使ってみるにおいては、マイナス動きになってることが多いですよと。とにかく、あなたにとって、プラスの動きを探して、こっちの動きをたくさんやっていくことが、体のバネを作って、柔らかくして動くことに、すごく向いてるので、ぜひともですね、ここの価値観をクッとね、変えていただければと思っております。はい、ともね、内容をここまでさせていこうと思っております。ゆるむ接待員ですね、Twitter にしてもやってます。そちらもチェックフォローよろしくお願いいたします。またですね、オンラインスクールも営業してますので、ちょっとマニアックですけども、体の秘密をもっともっと知りたいなって方は、概要欄に貼ってますので、覗いていただければと思っております。またですね、ゆるむ接待員直接来ていただきますね、あなたの体の状態を分析して、パフォーマンス上がるためのお手伝い、施術とかもね、いろいろやってますので、興味のある方はですね、ぜひともいらしていただければと思っております。はい、ということで、今回はプロデュースいきます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。